宮崎健太、宮崎健太10月から1959年は、日本の内務、文部官僚、感染佐賀県知事、福岡県出身、第一高等学校を卒業。1923年、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。同年12月、高等試験行政科試験に合格。東京市に勤務した。1926年、 内務省に展示石川県事務官となる。以後、愛知県事務官、神奈川県事務官、栃木県書記官、学務部長などを歴任。1939年4月、文部省に展示同所機関、普通学務局学務課長に就任。その後、文部省大臣官房文書課長を務めた。さらに、岩手県書記官、総務部長、東京都官房長、 同長官官房財務課長を歴任した。1944年8月1日、佐賀県知事に就任。戦時体制の整備、戦災への対応などに尽力。1945年8月12日、佐賀県庁が空襲を受け庁舎の一部が爆破され、陣頭指揮を取っていた宮崎は負傷した。1945年10月27日、知事を異岸面本官となり退官。 その後、公職追放となる。直上傾向、手柄は部下に、失敗は自分にという拳を忍ばせた人物。また、役所の縁故で得られる便宜を個人として利用しない、ことを貫き、貧しさの中で病死した。ありがとうございます。